んと続けてますって。面接の1回だけでなく、ちゃんと一緒になるのはどうかなと。とても残念だ。あなたたちは腕が立たないばかりか、臆病で腰抜けだ。へ、洋服に匂いつけないでよね。もうこっちはサポート体制に入ってるわ。文句あんなら言えば。普通に見えてんですけど、なんでできんの？大切なものじゃないんですか？お肉が焼けました。メリオダス様に会いたくて仕方がなかった。マヨラーのスバル君のために頑張って作っているところです。今度は大浴場で。奇遇。それでも勝手に出て行ったのは同じ。残された方はね、ゼノ。こういうの残しておくのもいいと思ってね。元気に育ってください。母の願いとしては。先輩、先輩がちゃんとかけたらあげますよ。内緒でーす。何見んの？え、マジ？半年前でしょ？そうよ、むっつりにはハードル高。絶対に負けないんだから。甘く見ると痛い目見るわよ。この勝負負けられない。僕もいつも一人だよ。パートナーなんてまた作ればいい。作れなかったら、うわっ。だっつってるんだから、プレゼントくらい普通でしょ。事務所の意向なの。愚かな下民は。こんな最低最悪な魔法騎士団なんて、王族である私のいる。音量の大きさを設定してね。どう？よく聞こえるかな？自由に決めていい。今までそういう顔をした人から何度か結婚を申し込まれたわ。おい、私の両親の名前について言いたいことがあるなら聞こうじゃないか。いや、家にいたらドラートとかいう魔族が襲ってきて、状況と。疑問があるんですけど、親方様がこのことを把握して。君を初めて見たのは5つの時、当時通ってたピアノ教室の発表会です。耐熱仕様のプラグスーツといってもいつものと変わらないじゃない。ちょっとここで待ってなさいよ。ここに立っているのは私の意志だから。逃げてばかりじゃ進めない。力。にデビューできなかったら。いや、分かってる。やっぱり怖い。お客さんの目線も耐えられる。私本当は左利きなんです。会長には妹がいるんですから。そうよね。でもない限り。何？宮村の方が大きい。なんか小さい気がしてた。侮辱するな。心から敬愛したカイエン殿はそんな方では断じてない。頑張ってください。大学生活は今日でも。ご苦労様。知らず知らずのうちにそんなに遠くまで行っちゃったんだね。人でも悪。
でそばかすの化粧をしていました。今まで人種様が見て化粧をした顔です。同級の仲間に入れてくださいね。素晴らしい。オーケスト。綺麗にしてるんだ。その先輩っていうのやめて。君の先輩になった覚えはないし、名字は。お前の正体に到達できるなんて。ボール投げたことないでしょう。シールの攻略。なんだ、いつにも増して神器臭いな。私を名字で呼ぶんじゃねえ。扱えるものが極端に限られているのが最大の難点ね。聖剣の一種である。再度の挑戦を要望します。どこが間違っていたのでしょうか。はい、仮の代償と。私たちを吸収したこと、あんた本当に楽しそうに戦うよな。私はもう子供じゃありません。私にも一番安い定食を。毎日ゴロゴロして働かざる者、それは趣味というよりあなたの生き様でしょう。謝る必要はありません。アーチャーの剣筋を手本にしたわけですよね。もともとシロには。水星級魔術師です。ドキシー・ミグルディアです。これは鍛えがいがありそうですね。私はいかがいたしましょうか。何か問題がございましたか。ここで私は始め。賛成だな。体力を削るのが目的ならば、特に睾丸は積極的に叩くべきだ。ナナの房や電話レンジに関連することで気づいたこと、食塩については一粒一つ。ごめんね。ありがとう。そのチョコなんだけど、一番ってそれはどういう意味。私は神ではない。ギアスによるつながりがない人間のことまでは。そんなに初恋の味が知りたいのかな。頭を下げるやつは殴れねえな。利益が出なくてもリンゴは悪魔の実じゃ。貪欲は多くのものを失うが。